はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、冷却灯の省エネについてですね、お話ししたいと思います。今どこの企業さんもですね、CO2 削減、とかの目標があってですね、いろんなこう省エネにですね取り組まれているかなと思うんですけど、冷却灯でですね、行える省エネといえばですね、冷却灯のファンのこう回転をですね、制御するっていう方法がですねあります。冷却水に温度計、を入れてですね、で、温度を測定しながらその温度に応じて、回転数をですね、上げていくと、こういったですね制御方法があります。で、そこでインバーターをですね、活用して、通常ですね、オンオフだけでやってしまうとですね、例えば水温が低い時はファンの電源を切って、で水温が上がってきたところでファンのスイッチを入れる。これだと結構やっぱりオンオフのですね、要は回転してる時は 100% モーターにですね負荷がかかるということなんですけど、このインバーターを使うことによってですね、それをですね、例えば温度制御できると。温度に応じて周波数を変えてですね、ファンを回すと。そうすることによってですね、非常にその省エネにつながります。で、これは電力のお話なんですけど、冷却灯の場合ですね、このファンの回転をですね、下げると今度水のですね蒸発をですね、止めることができると。で、この水の蒸発を抑えることができると、水のですね使用量が下がってくると。要は無駄にですね、どんどんこう蒸発をさせるんではなくて、水温に応じて、制御をすることによってですね、水の使用量を削減できると。で、水の使用量を削減できると今度ですね、例えば水処理薬剤を使用されている場合なんかはですね、薬剤の使用量削減につながっていくと。この冷却灯のファンをですね省エネ化するだけで、電力、そして水、そして水処理コスト、こういったところまでがですねコスト削減につながってくると。で、トータルでですねかなりのこうメリットがあると。これ冷却灯の規模が大きければ大きいほど、この効果というのがですね非常に大きくなります。はい、単純にですね、電力の削減、もこう、必要かと思うんですけど、こういうふうにトータルで見てですね冷却灯というのは非常にですね、省エネするポイントがございますので、そのあたりをですね一度こう省エネに向けてのですね計算なんかこうされてみるといいんじゃないかなというふうにですね思います。はい、今企業さんにとってですねこの CO2 削減というのは非常にその重要な課題になってます。で、私どもはですねその冷却灯の設計変更とかをですねできるわけではないんですけど、そういったその今どれぐらいの負荷がかかっているとかですね、そういったことは大体こう冷却灯を見ているとですね、こう判断がつきます。で、こういったところをこう削減できるんじゃないかとかですね、私たち普段お付き合いしているお客さんとの間でですね、ヒアリングというかですね常にこうやり取りを行っているというところです。はい、冷却灯のトラブルでですね、お困りの方がいらっしゃったらですね、お気軽に弊社のホームページの方からお問い合わせいただければと思います。本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。